日ごとの糧、2024年9月5日。お救いください、あなたの民を。祝福してください、あなたの修行の民を。常しえに彼らを導き養ってください。詩編28編9節。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く哀れまれた。マタイによる福音書、9章36節。私たちは神様への、祈り、懇願とか嘆願とか、それが自分の祝福と癒しに終始しているということはないでしょうかね。もちろんそれが間違ってるわけではないんですよ。でもイエス様が教えてくださった、例えば主の祈りもそうなんですけれども、私たちの、我らのっていう言葉がありますよね。天におられる私たちの父なる神様という、私たちのとかね。天にまします我らの父よという、そういう言葉が使われてますね。それは、共同体的なと言いますかね。そういう祈りですよね。複数の私たちという枠の中での祈りですよね。で、今朝の聖句も、あなたの民とか、群衆とか、そういうふうな言葉が使われてるわけですけれども、自分自身のための祈り、もちろんこれ大事ですから、自分自身のための祈りを丁寧に捧げることは必要ですけれども、時に他者のため、自分も含めた集団、仲間、家族、共同体のための祈り、それはすごく大切だと思いますね。で、その際に、私たちという言葉は比較的安易に使われていますけれども、どの範囲の私たちなのかというのを時々考えてみるのも良いことかもしれません。自分と教会の仲間たちという私たちなのか、自分と身内、友人という私たちなのか、社会全体の私たちなのか、いろんな私たちが存在しますよね。心を込めて祈ろうと思ったら、私とか、私たちとか、こういう状況にいる方々とか、ああいう状況の中にいる方々を主よどうぞ憐れんでくださいと祈るのか、そういう特定すると言いますかね。そういうふうにこう意識を向けるというのは、とても大事なことのように思いますね。祈りの内容もそうですけれども、祈りのこう方向性がもっともっと定まるような気がするんですよね。祈ることは大切です。自分のために祈ることも、そして周囲の方々のために祈ることも、あの人のために祈ることも、私たちのために祈ることも、みんな大事な大事な作業ですね。それを欠かさないように。そうなんですけれど、じゃあ本当に心の中に祈りの対象として、どういう方々が思い描かれているのか、それを考えることはいいことだと思いますね。今日も良い一日になりますように。愛されて生きる、主に愛されて生きる、生きる力の源は主に愛されていること、主に愛されていること。主の喜びを知ること。